機能性も大事ですけど、ずっと部屋にあるものですから、好きなものを置きたいですよね、タフン。何サンドイッチ片手に話してんの？気づけ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月3日、日曜日の午後5時27分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい一週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い一週間を過ごせますように。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 24,524 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。順調に、ローンのためのお金が貯まっていっている。ん？アイナさんの部屋は 68,51 ポイント、ランク S おめでとうございます。今回お家の評価5万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。前回な、何点やった？ちょっとよく覚えてないんやけど。え、前回も5万点達成してなかったっけ？お、ルーシー。何？実はね、アイラさん。私、大事な待ち合わせの時は時計は2個用意するんです。どちらかが止まってしまっても、もう片方が動いていれば安心できるじゃないですか。よかったらこれ使ってください。貴重面なルーシーより、びっくりした出ていったのかと思ったよ。急激に。急激に。そんな感じ全くなく。ってことは時計くれたってことか。まずは。アカデミーの金の盾。やった！金になってよ、金に。あれ、盾やったっけ？両面ウォールクロック。あ、咲いてる！咲いてるよ、低木。そしてレイジが来ている。あー、いいね、いいね。華やかやね。よきよき、どうも。アイナさん、いらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめは、ツツジだよ。この間もおすすめされたよ。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。それで今日はどんな御用？見せて見せて。今日はこんなない種を持ってきたよ。アジサイかわいいよね。アジサイめっちゃかわいいよね。良きやと思うんやけど。黄色い菊、菊。あ、コスモスいいね。赤いコスモス、黄色いコスモス。黄色いコスモスかな。とりあえず、まとめて買っておこう。10個ほどまとめて買うわ、私。ね、私が今しとる格好さ、めっちゃ、量産型の大学生って感じの格好じゃない？あ、待って、もう一色違う色買おう。アハンナちゃん。白。赤にしようっと。はい、まとめて買います。よしよし、ありがとう。でね、5月に入ったけん、ちょっと髪型を変えようかなと思うんやけど。あ。よし。ここには、あ、ごめんね。え？うわーい、お散歩でもしてるの？弟子。話しに来たよ。違うんだ、掘りに来たんだけどね。何をしようか考えたら、あっという間に夕方だ、弟子。ちょっと抜いてくれるかしら。あ、どうも。あら、ごきげんよう、だってば。みんなどうしたん？木の枝抱えて。あなた、今日はどんな過ごし方を？いつものルーチンを思い切り破って、何か冒険してみるのもいいわよね、だってば。ルーチン。ちょいと、抜いてくださいまし。は。よし、オッケー。まあ、これはお財布に、しまわせていただいて。よしよし。ハンナちゃんどっか行って、あ、なに？知ってる人もいるかもしれないけど、もうすぐっていうか、5月11日はハンナさんのお誕生日です。とってもおめでたいんだもん。あ、マジで？ 5 月11日、ハンナちゃん誕生日？マジか、5月11日。今日は3日よね、まだ。プレゼント用意するけんね。よ、どっか出かける途中？だってね。おしゃべりしよう。あれよね、ハンナちゃんのイメージで渡したら結構かっこよさげなものになるけど、家の中ポップな感じやったよね。
いやー、気持ちのいい日だね。何をやってもうまくいきそうだよ。だってね。あの部屋のイメージで、見ると、なんかなぁ。渡すもの。何？あ、貝殻拾いの達人。あ、これも全部埋まってやん。肩書き厄介な怪人、タヌキマイル3000マイルゲット。お、2万突入した。ってことで、そろそろまた、まだあれよね、持ち物もさらに増やせたよね。増やしておこう。なんかあるかなぁ。ない。なかった。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。6日連続ボーナス250マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ちょっとタヌキショッピング見て、最初よ。別にこれないやろ？うん、ないね。雑誌。これなんかあれやね、料理本みたいな感じ。あ、かわいい。ニューオーリンズソング。何それ？なんか知らんものいっぱいある。なんか知らんものいっぱいある。ご利用になりたいサービスをお選びください。ことで次ちょっと。ポケット詰め込みウルトラテク。よし。ポケット詰め込みウルトラテクは8000マイルになります。交換いたしますか？します。さあ、これでやっと。ポケット詰め込みウルトラテクを印刷しています。印刷？プリントしています。なんで一回閉まったの？ふんふん。なるほど、納得。持ち物をしまう極意を掴んだ。これなら荷物を目いっぱい詰めてたくさん持ち歩けるかも。おー、増えたね、また一段。これでもう最終段階？かな？たぬきマイル交換。あ、もうあれでラストやね。了解了解。ってことで、ちょっと今回ね、あ、ヘアカラーもあるよね、そうそう。クールヘアアレンジベスト8。ちょっとこれを。クールヘアアレンジベスト8は2400マイルになります。交換いたしますか？します。これでまた髪型のバリエーションが増えたはず。プリントが完了しました。さあ、覚えて覚えて。ふんふん。なるほど、納得。クールなヘアアレンジを覚えた。姿見やドレッサーがあれば、クールにイメチェンできるかも。クールな感じ。ってことで、ちょっとイメチェンしてこよう。今の私結構さ、あ、ルーシー、時計ありがとう。あれめっちゃ気に入った。ごきげんよう、アイナさん。よう。お話ししよう。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢ですよ。なんかこのさ、自分が動物と話しよるときに、なんか途中で他の動物が加わってくるみたいなパターンも欲しいんやけど。え、絶対楽しくない？そういうの。さあ、ここで、髪型。どれが増えたんやろ？この8つか増えたの。ちょっと正面向いて。この、ん？ 8 つ？うん、8つやね。こんな感じの髪型が、お、男じゃね？あ、でもおしゃれな人、めっちゃおしゃれな人おるかな、こういう感じの。でもすごい美人さんじゃないと似合わん気がする、ああいうのって。これお団子ね。これは、今私がしとるのが、これか。高い位置でのお団子と、これはなんか触覚はあるけど、あ、触覚も微妙に違うんやね。ふんふん。で、低い位置での。これは男じゃね？あ、やっぱ、あれか。この三つ男ってことかな？ん？これもか？ん？男の髪型も、そっか、男の髪型も増えるんか。ふん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 。なるほどね。でもこのぐらいの髪型ならおりそうよ、女の子も。おりそうよ、なんか。どうしよう、これにしよっかな。ポンパポンパ。なんかこの、わかる？この後ろ姿のさ、あの、下のなみなみが好きなんやけど。え、可愛くない？これにしようっと。うん、良きだね。え、変えた。ちょ、待って、これで、服装も変えとこうっと。ね。
パリッと。どうかしら。これと、スラックス。いや、短パンの方がいいか。あー、なんかいいね、いいね。帽子とか、良きやね。あー、なんかいろいろと可愛いな。パンプスが似合う。これぐらい？どっちの色がいい？あ、でもこっちやったら、あれやし、あ、これぐらいかな。靴下は？スパンコールレギンス。あ、いいやん。いいやん、いいやん。じゃあこれで、こっち？いや、かっこいい感じにはなるけど、でもこっちの爽やかでいこう、ちょっと。風船流れてきた。早い早い早い。え？どこ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 ？いないんですけど。まだ向こうの方かもしや。あ、いたいたいた。もうちょいこっち来て。見えない。この辺りか。はい、来たー。さあ、中身は？つつましいニット。なるほど。おとなしめな感じやけど。これはこれで可愛い。これにしとこーっと。でも一気になんかあれやね。さっきまでの、ちょっと、キャキャした感じではなくなったね。若干おとなしめになった気がするよ。よし、ってことで、ちょい、たぬき商店に。今日はどんなのがあるかしら。てかあれよね、思ったんやけどさ、こう、引っ越してくるまで、家の外観がどんなんか、わからんやん。ってことはやっぱり引っ越してきた後とかにみんな移動させたりとかするんかな、家。じゃないとね、なんかバラバラやん、系統が。確実にあの、アイダホの家とかは、私、あの、海岸沿いとかに立っていただきたかった感じの家やもん。はい、欲しいです。1600ベル。買いましょう。イエーイ。さ、それで、これってこんな感じやったっけ？なんか丸くなかった？気のせいかな？気のせいかもしれない。ありがとうございました。ました。どうも。あ、なんかさ、あの、なんやった？あさみさんからもらったあの布のやつ？あれなんか1日1個もらえるみたいなの聞いたんやけど。どうなん？なんか仲良くなったら1日1個もらえるみたいな。くれますかね？あ、アイナさん、いらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える文字。また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。おー、ほんとや、もらえる。ちょっと仕事の息抜きにと思って作ってみたんですけどね。やり始めると楽しくて、ついつい夢中になって作っちゃうんですよ。ふんふんふん。どんなのが増えたんか、その場で確認できたらいいのにな。おおきに、またどうぞ。ま、てことは、とりあえず、あれよね。何？有効度的なのは、最高になったってことかな。一応ちょっとどんなのが増えたかだけ確認したい。リメイク。ここか、パターン。前さ、おじいちゃんおばあちゃんみたいなのしか増えてなかったけど。あ、なるほど。前回増えたのがこのトラディショナル A ってやつで、今回このナチュラルが増えたんやね。多少マシに。花柄とかはちょっと可愛いかもしれない。あ、これ可愛いやん。クローバー。クローバーと、ちょい濃いクローバー、テントウムシ付き。これナチュラルね。あ、このヨットとかいいね。こういう感じのが増えたっぽい、今回は。この辺もシンプルでいいかも。みたいな感じです。みたいな感じです。うん。良き。なあ、なに？びっくりした。めっちゃびっくりするやん。やめて。やめて、普通に。この辺にさ、さっきの椅子置いとこっかな。ディレクターズチェア。よいしょ。隣の人は立ってするかもしれんけど、ここは、
ここは多分おじさんとかが座ってやるはず。こういう感じ。こういう感じ。あ、これあれか。中の船の色が違う、もしかして。四角は四角やね。なんか船の色こっちの方がパリッとしてるっていうか、向こうの海賊船やったんかな。なんか微妙に、向こう白やったよね、なんか。なんか、いろいろと違うもんだな。お、マミーさん家の中におりんやん。水出しっぱやけど。どうも、マミーさん。遊びに来てくださってありがとうございました、ふん。話しに来てよ。ところで、つつましユニットを着こなすアイナさんってすごく魅力的ですね。ありがとう。どうしたの？旅だとちょうどその服と色が合いそうですね。え、旅？マジで？ぜひプレゼンさせてください、タフン。いや、色とか言ってもさ、旅？履かねえよ。遠慮せずに使ってくださいね、タフン。いやいや、履きません。お片付けには欠かせない収納家具ですけど、ファッションケースは好みな感じで気に入ってるんです。機能性も大事ですけど、ずっと部屋にあるものですから、好きなものを置きたいですよね、タフン。何サンドイッチ片手に話してんの？今初めて気づいたんだけど、めっちゃ食ってんじゃん、ちょっと。へぇ、サンドイッチ食ってたわ。さっきから食ってた？全然覚えてないんだけど。いや、でも物もらったわ。よかった、よかった。旅、必要かどうかわからんけど。着物とかならまああれかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あさみさんからもらえる布は何パターンぐらいあるんかな。めっちゃ気になる。5ぐらいはある？もっとあるかな。やばくない？